こんにちは、荒木和弘です。今日のこのお話はですね、ひょっとしたらこれ聞いてる皆さんの中でも役に立つことがあるかもしれません。どういう話かというとですね、一つは、9.17 の小泉訪朝の時の飯倉交換事件がありました。で、あの時の政府のやり方、これとですね、その2年後にあった山本美穂さん DNA データ偽装事件、あの時のやり方がすごいそっくりだったっていう点なんです。これは、どういうことだったかっていうと、飯倉交換事件の時は、要はご家族をみんな引き離して、衆議院の第一議員会館、昔の建物ですけどね、今建て替えちゃってますけど、第一議員会館の会議室に議連の幹部の皆さんと一緒にいたわけです。で、そこから、当時8件11人と言われてた、拉致被害者の情報を全部教えるからということで、飯倉交換に行ったと。私と、それから、佐藤会長も一緒に、参りました。で、そこでもう隔離されるということは、ご家族がどういう反応するかというのは周りから全く見えない。報道もできないわけですね。で、その状態で、外ではテレビで、横田めぐみさん死亡とかですね、有本恵子さん死亡とか、蓮池薫さん生存とかいう覚えてる方もいると思いますが、選挙の時のね、開票速報みたいな、あれが、流れる。で、ご家族は、飯倉交換の中でテレビ見てたんですけど、何が何だかよくわけがわかんない。で、そのご家族が見る、あれを見る前ですよね。その前に、横田さんの、ご家族呼ばれました。私もそこへ一緒に行ってます。で、それまではあれは出てなかったと、思うんですね。で、そしてともかく、その家族がいない状態の中で、あの放送を流すと。そのあの当時、マスコミもちろん全国民がこの情報にもうすごい飢えてましたから、そうすると、ちょっと出たらですね、もう途端にバーンと報道される。で、それをやると、もう最初にこれが固定されるんですね。横田めぐみさんが亡くなったと、蓮池薫さんが生きていたというようなことの情報が固定されてしまうと。で、そうするとですね、その後ひっくり返すのが大変なことになります。で、家族いないから反応が全然出てこない。で、ご家族はみんな、飯倉交換の中で話を聞いて、で、あの時もいろんなことあったんですけども、そこで、出てくると。みんな泣いちゃってるわけですね。特にあの時は、生きてるって言われたご家族の方が泣いてました。車で出てきて記者会見で涙の記者会見になってくるわけですけども、ともかく最初にですね、バーンと出た情報の時に、その家族がけしからんとも何とも言えなかったっていう状態。これはですね、情報戦のやり方としては非常にうまかったんじゃないか。もう先手必勝で最初にバンと情報を出しちゃって。で、それがもう固定化するんですね。で、これ全く同じなのが山本美穂さんの事件。あの時はご家族を、ニューキザンっていう、山梨県警の保養所、そこへ連れて行って、そして、そこでご家族が隔離されている状態の中で、テレビが、山形の遺体が山本美穂さんというのを報道しちゃう。で、それが一旦出てそれは本当だから、記者会見、の、あれは後か。ともかくですね、ご家族がやっぱり何も言えない状態の中で、先に情報が流れる。ということをやったと。あの時は、フジテレビだったかな。安藤優子さんかなんかの番組で、最初にバンと流れるんです。で、そうすると、そこでもう情報が固定して、あ、山本美さん死んでるんだっていうふうにですね、なるんですね。で、そこでひっくり返すの大変でした。という意味で考えると、これ両方ですね、全く偶然ってことはありえないですね。何かのマニュアルがどっかにあるんだろうと思います。で、それは別にその現場にいた人間は分かってないと思いますよ。だけど上でそれをこう指揮してた人間は当然それをこういうふうにすればうまくいくということを分かってやっていたはずなんですね。ひどい話ですけどね、両方ともね。で、だから、これは何が言いたいかと言いますと、これはこれでひどい話だってのは私も何度も言ってますし、これからも、ずっと言い続けますけども、皆さんなんかね、こういう発表なんかしなきゃいけないという時にはですね、ともかくどんな無理してもいいから、一番最初にバーンと発表しちゃうことです。
で、その時のものっていうのはですね、一つのこう、なんていうんですか、基準になりますから。で、それが、後から、後追いでやると、先に出た情報をひっくり返していかなきゃいけないとかですね、そういうことになって、これものすごく大変なんですね。皆さんおそらくね、ほんのちょっとしたことでもそれは言えるんだろうと思います。まあ私も本当にですね、おかげさまでこのことをやって、いいんだか悪いんだか知りませんけども、そういう、情報戦みたいなことについてはですね、こう体感として、系統だって習ってるわけでもないですけども、まあ、体感としてあこういうものなんだなっていうことがちょっと、まあ、分かってきて勉強させてもらってます、こういうこともまあでも我々2回やられましたからね、もう3度目は絶対騙されねえというふうに思ってますけども、そういうことを常に、まあ、やってくる人たちがいるということは理解をしておいた方がいいんじゃないだろうかというふうに思います、今日もありがとうございました。